アンネ・シャプレは、ドイツの小説家、推理作家、翻訳家、政治学者、ジャーナリスト、女性、ニーダーザク選手州オスナブリック出身。本名は、コーラ・シュテファン。本名のコーラ・シュテファン名義で政治と戦争に関する、著作を10冊程度出版した後、1998年、正体を隠して、アンネ・シャプレ名義で、長編ミステリー小説。 カルーソーという悲劇を発表し小説家デビュー。この作品はドイツの隠しメディアの書評で絶賛された。同書に始まるシリーズの第3作2筆オストダイバルハイトと第5作シュニー・スターベンはドイツミステリー大賞をどちらも第2位で受賞している。また第5作はラジオブレーメンミステリー賞も受賞している。2002年の 第4作までは、アンネ・シャプレとしての偽のプロフィールを著書に掲載していたが、その後自ら正体を明かした。その後も、小説の発表は、アンネ・シャプレ名義で行っている。2010年以降、アンネ・シャプレ名義の長編ミステリー小説主来、ナーハシュティレに登場させた、架空の作家、ソフィー・ウィンターの名義でも、小説を発表している。パウル・ブレーマー、カレン・シュタルク・ グレゴール・コジンスキー警部シリーズ女性獣医師、カタリナ・ザビッチシリーズその他、ありがとうございます。